こんにちは、シュウです。今回はシンファを使って闘技場3やっていきたいなと思います。それではやっていきましょう。前回動画で元気がないと言われたので、今回は元気よくハキハキと喋って動画を撮らせていただきます。それでは皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。やっていきましょう。ふぅ、やっていこう。なんかさ、前回動画で元気がないみたいなこと言われたんですよ。なんで今回元気よくね、やっていきます。で、もしかしたら、この前に上がってる動画を消してる可能性もあるんだけど、やっていこう。多分前回っていうか昨日、今日上がってる動画眠かったんだよね、あの動画撮ってんの。なんでちょっとね、元気なかったんですよ。いや、心外だよ、心外。元気がないって言われて、心外誠か。あ、そういえばさ、なんか君の名は？なんか1月ぐらいに放送あるらしいね。1月のいつだったかな？ 1 月、結構序盤？ 7 日とか、そんぐらいになんか放送あるらしい。いや、あれすごいね、大ヒットしたよね。なんですげえ、すごいんじゃない？やっぱ、反響が。で、これ使います。シンファ使う。いや、これさ、前回動画撮った時とほとんど変わんねえな。ただ今回元気よくやってるだけで、別に何も、何も新しいところがねえな。何喋ろう？はい、いいんじゃないでしょうか。うん。なんか回復のね、前回も言ったんだけど、7号で最大倍率だね。オッケー。で、明日ね、アップデートであれが来るんだよ。超覚醒。あれ動画にしようかなと思ってたんですよね。で、陸使いたいなと思って。オッケー。で、陸がね、超覚醒つけれんだよ。で、超覚醒つけてさ、やべえ、回復がね、くっそー、これね、こう、回復1個だとシンファ2枚使わないとダメなんだよね。あ、でも攻撃1体か。それなら受けきれんな、多分。一回受けきろう。で、リク使って明日動画撮ろうと思ったんだよ。で、動画のもう内容もさ、決めてさ、超覚醒した、裏返った、超覚醒した、なんかリクが強すぎたみたいな、なんかちょっと若干釣りタイトルってわけじゃないけど、そういうずるいこともしようかなと思ったんだけど、リクで裏闘技場動画やってんだよね。やってんですよ、私。いや、だからさ、どうしようかな。やべえ、すげえずれんな。OK、いいんじゃない？これで。だからさ、なんかせっかく、陸超覚醒して、なんか超覚醒した陸が強すぎたにしたいんだけど、もうなんかそれでやってんじゃんみたいな感じになんないかな。いや、明日ね、何動画撮ろうかちょっとだけ悩んでる。ちょっとだけね。OK、いいんじゃないでしょうか。で、回復5個落ちてきて、5個 !5 個うわそう、全然回復落ちてこないんだよ。前回から。OK。フレンドさんがラストジャッジメントか。あ、待って、バインドしないで、バインドしないで、しないで。くぅ腹立たしい。で、これ使います。で、これで列回復しつつ落としにすれば確か倍率出たもんね。なんで落とします。こうして、こうして。いや、待って、下手くそ、下手くそ。いや、下手だけど、OK でしょう。これで落とし値にすると確かビヨンってなってドカーンってなるはず。OK、なるね。で、回復5個。5個 !OK! あるけど、次の、そう、こうやるといいよ。落としにして、スッてやると。どうしましょう。うわー、いらねえ、この、これ。こいつ廃止、いや、廃止、でもこれ、需要あんのかな、このキラー？てか、こいつはキラーですらないのか。はい。いいんじゃないでしょうか。これで、回復多めで闇も多め。OKOKOK。で、7個消しにしよう。あぶねえ、ダメージでけえ。こうしーの、こうしーの、こうしーの。どうです？やべ、やべ、あぶねえ、あぶねえ。いや、厳しいんじゃないかな。ちょっとコンボがヘッポコンボだった。いけ。いや、いいね、これ。相手光だったからいけたね。属性の相性でなんか持ってった感じあるけど。うん。いやー、何喋ろう。だから明日ね、とりあえず読みドラに雲耐性つけたい。雲耐性が超覚醒でつけれんだよ。で、現状だと、読みドラにしかつけられないんだよね、雲耐性っていうのが。なんでかわかんないけど、そうなんですよ。なんで、雲耐性つけたいんだけどさ、雲耐性弾くとこを動画にしたいんだよ。なんだけど、雲やってくる敵、誰いたかな？わかります？教えてほしいんだけど。確か、ミオンはそうだったはず。オッケー。ミオンは雲やってきたけど、ミオン今来てないよな。他に誰いたかな？ミオン以外。全然思いつかないんだよ。誰だっけ？あんまり雲をやられた記憶がない。で、ここは普通に行こう。よいしょよいしょ。3つでいけるかな？割とね、2ウェイ寄せっちゃ2ウェイ寄せなんですよ。よいしょ。いや、どうしよう。
前回の動画消そうかな。 OK、 いいね。シンファね、使ってみた感じそんなに弱くはない。ただめっちゃ強いわけでもない。やっぱ今の時代軽減ないとね、ちょっとあれかなっていう感はすごいあるけど、でここ多分殺生丸の 2way でいけんじゃないかな。あとベルダンディのあれでもいけそうな気がする。で木は5個消しにしよう。ベルダンディが言ってくれるはず。いやーちょっと待ちが悪いな。これでワンチャンいけると思う。闇ないけど、落ち込んで闇乗ればいいけど、いける？いけ、いやーですよね、いけるんですよ。いいね。そう、倍率は割とお化け。ちょ、見ようか、リーダースキル。バランスタイプ、攻撃回復 2.5 倍、回復5個以上繋げると攻撃上昇、最大 7.5 倍。だから 2.5×7.5 倍で結構出てんじゃないかな。やべえ。喋ることなくなった。よし。あー、これ闇落としになってんな。しょうがない。で、回復。やべえ、これ変に削んないかな。ちょっと変に削る疑惑が出てるけど。回復1個でいいんだよね。1個お願いします。で、闇も消そう。消して OK だ。OK、いいよ。で、ここで落とします。プレドラは火力でぶち抜ける。あぶねえ。あ、なんかさ、今日あれ出たよね。レーダーの方でクリスマスのイベントかな。なんかゲットできるみたいだけど、そんなにちゃんと見てないからよくわかんないな。まあ、今、レーダーランダンやってんだっけ？やってないですよ、私。一回もやってない、本当に。みんなやってんのかな、レーダーランダン。あ、なんか、ゴロいいね。レーダーランダン、レーダーランダン、レーダーランダン。やってないですよね。うわ、すげえずれんな、ドロップ。いや、これでいけるかな、どうだろう。いける？いや、いけるな、光は確実にできる。落ち込んできてほしい。いいね。いや、これ多分両方いけます。やろうかな、今さ、レーダーランダンさ、ランダンではないのか、ランバトだっけ。 1,2,3,4,5,6,7 OK。 あ、これ超追撃やろうか。動画でやるの初めてかも。いや、1回ぐらいやったかな、動画でこの超追撃っていうのかな。レーダーランダンね、報酬が光ヘラドラだから若干やりたい気持ちもあるんだよ。どうしよう、やろうかな。でも 10% だもんね。 10% なら入れる気がする。 10% ならいける気がする。で、ゴーモスに行こう。10%ってどれぐらい何勝すればいいんだろうね。いいのではないでしょうか。 OK。 で、ソティスやめてほしいな。ソティス出たらどうしようかな。ただ上司 2.5 出てるから闇の3でいい感じに削れんじゃないかな。でも出ないでほしい。 OK。 で、意外と5個消し回復の、あ、でも6個あんのか。でも 2way 欲しいな。これ確か1回目は真ん中変換なんですよ。真ん中変換なんで真ん中に色を持ってこなければ大丈夫。はい。こんな感じで。はい。これで大丈夫です。回復は確実に残る。うん。で、ここで倒そう。よいしょ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 。よいしょよいしょ。はい。OK でしょう。うん。継承もガンガン溜まってんね。やっぱさ、前回も言ったんだけど、覚醒バッジ HP にしてさ、ヘラを頑張って耐えた方がいいと思うんだよ。で、今ね、経験値があれなんですよ。経験値2倍かな？ 2 倍なんで結構経験値はもらえるはず。やべえ。あー、ひどい。5個あるね。5個あるんで。あー、でも結構削ってんの。なんのキラーだ？体力キラーか。こっち体力なんだね。あんま体力感はないけど。ここで闇を呼びます。闇呼んで。はいよ。うん、いいね。あー、すごいね。このオシリスが効いてる。おい、オッケーオッケー。1、2、3、4、5、6。あと1個か。あと1個あればね、オッケーカット。オッケー。あと1個あればね、カグツチ超追撃でいけんなと思ったけど、カグツチじゃなくてオッケー。で、ここで色を、6個ぐらい欲しいな、回復。回復5個だと割と削れないことが全然あんだよ。なんで、6個呼びます。6個来ねえかな、6個。で、闇1セット消そう。1セット消します。で、回復お願い。回復！よっしゃ！いや、5個でいけるかな。ただ、闇が多いね。闇多いし、今、オシリスが効いてるから、ワンチャンいけると思います。どう？無理かな、これで。行ってほしいけどね。行って、闇落ち込あればなお良い。行け！
いやそうなんですよね、5個だと結構きついんだよ。ラストターンまで粘ろう。ラストターンまで粘って陣使って倒そう。そう、前回もここねスキル使わされたんで、割とグリザルはノースキルでいきたいんだけど、なかなかドロップを呼べないんだよね。でアポカリ使っちゃおうか。フレンド様のアポカリ使って、で普通に行こう。こんなんで、あ、ちょっと残すか、色闇ちょっと残しめで、で回復落ちてきて、回復落ちてきて、回復回復回復くー回復が全然来ない。くそー。芝ね、シンファ使うか。いや、シンファに遅延振っといてよかった。一番左のシンファ、これ使っていきます。すげえな、これめっちゃ火力出んじゃねえかな。ここも本来なら若干残したい感はあるけど、ちょっとだけ残そう。これコンボ、いや、こうしようか。やべえ、危ねえ変に残そうとした結果、あれ、うわ、また色ねえのか。やばい、オシリス出てから色の欠損がやべえな。うわ、フレボか。ジン使っちゃおうか。で、ここで変な振りはやめます。変な振りするとあいつが出てくるからね。やべえな、オシリスからの欠損がやばい。回復が常に6個ない。オッケー、ある、いや、ないんだよね。やばい、すげえ欠損しちゃうな。あいつは危ねえ、ヘラ対策しなかった。で、これ使います。やべえ、グダグダ後半のグダグダ感がすごい。危ねえ、ヘラ対策しなかった普通に。はい、で、ちょっとだけ回復残そう。いや、回復がすげえ欠損しちゃうな。お願い、6個来て。オッケー、5個あれば、まあ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 、最悪オッケー。さあ、何来る？なるほど。ここは、いいね、ライナー残ってんの結構激アツ。ライナー、一回色調整してどれぐらいなんだろう。火力わかんない。2ウェイには多分しない方がいい気がするな。2ウェイにしないで、で、闇落としになってんの。オッケー。よし、ここだね。ここでライナー張ります。ライナー張って、難しいな。2ウェイにはしたくない。列でどう？列で、いや、超えんのかな。どうだろう、火力全く見ないで来てたな。どう、これで、いやー、オーバーしちゃう気がする。いやー、闇落ちコン乗った。闇落ちコン乗った。まあ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 。くそー、今闇落ちコン乗んなければよかったんじゃないかな。もう一回行こう。闇落ちコン乗る計算でいきます。闇落ちコン乗る計算で。いや、今闇落ちコン乗んなかったら結構ジャストだったんじゃない？はい。いや、どうだろう。まあ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 、結構難しいな。で、シンファ2枚打っちゃおう。シンファ2枚打って、で、この 75% 軽減だから割と攻めていい気がする。割と攻めます。こうしてこうして、どうです？はい、 OK、 いいんじゃない。これで闇落ちコンがどうなるかだな。闇落ちコンなし、いいんじゃない。いや、悪くない、悪くない。で、ここで、暗闇だっけ？暗闇ですね。で、まだ耐えれるもんね。まだ耐えて、風神使います。風神使って、ベルダンディだね。ここで落とそう。ここで全力で落とそう。7個消し OK だと思う。7個消しして、いや、どうかな？これで、効果、いいんじゃない？闇落ちコン来てもいいんじゃないかな？乗んなかったけど、いけ！イエス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 、いけた、いけたの熱い。いや、ヘラ対策しなかったのがね。ちょ、これ、結果論だけどね。結果論だけど、偶然良かった。で、アヌビスからのシンファ使います。オッケー、ここで落とそう。で、今回だと6個か。回復6個だね。いいのではないでしょうか。多分これで余裕のワンパンでしょう。やっぱノアドラが本当に強いよね。一番苦手。やっぱ火力をちゃんと分かってないときついんだろうね。バイバイ。